これなんか面白いことできるんだけど、これをいかに小さくするか。あ、植え替えてってことですか。植え替えるっていうよりすごいことになる。あ、すごいことになる。やってみましょうか。これ、これ面白いかもしれない。これは傷んでますね。ツワブキという、ツワブキ、あの伊豆半島によく生えてますね。フキの仲間で、テリ派で食べれますよ、もちろん。あの庭に植えると普通のフキと同じ太さになるんで、これちょっと傷んでるんで全部切っちゃう。今新芽がね、こうやって出てきて、これは綺麗でしょ、葉っぱ、はい、今あるやつ去年の葉っぱなんで切っちゃうんですけど、こんな大きいのじゃどうしようもないでしょう。これを豆盆栽用にするんですよ。このサイズを、はい、まず葉っぱを全部切ります。これも去年の葉っぱですね。美味しいんだよこれ。美味しいんだよ。うち庭に生えてて、ちょっと食べてた。アクがすごく強くてコクがあるんで、アク抜きは大変なんですけど、もう根がパンパンなんでこういう状態ですね。それでここに生えてるのは別の植物です。これなんだかわかんない。あれ紫の花咲きだっけ。あ、ほら出てこない、名前が最近出てこない。タツナミソウ、タツナミソウの実生です。これもったいないから、これはこれですごい可愛い花が咲くんですよ。知らなきゃ取っちゃいますよね。でもタツナミソウっていうのはもう少し、5月の連休ぐらいかな、花早ければ4月に咲きますけどね。根がねちゃんとほらついてるでしょ、うん、こういう状態で取って、もったいないからね。でこれを水に入れとこう。やたら生えちゃった。これはこれもなんか違うものなんだけど、これはいいや。ガシ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 。ツワブキって球根のようなものがねあるんですよ。これね、これが、ね、うん、これがそうなんですけど、ちっちゃくなったやつ見たことないですか。飾りで使うよね、よく。あの盆栽の下草で。新種すぎて草物まで消えてない。結局松なんか展示するとさ、素人さんだと春なんだか夏なんだか秋なんだか区別がつかないじゃないですか、うん、私らは分かるよ、うん、その松を見ていつの何月の松だか分かるけど、うん、分かんない人は分かんないから、展示会場では植え草は大事なんですよね。そうですね、うん、菊飾れば、あ、秋の飾りだなって分かるしね、うん、これはいつの飾りなんですか。ツワブキ、ツワブキは冬かな、うん、でも花は秋に咲くんで、うん、大きい盆栽の添えだったら秋ですね。花が咲きます、黄色い花が咲くんでね。一年中使えるの、常緑だから。こういう風になんかお芋みたいになってますね。洗います。バタバタバタ、こんな感じ。こんな感じ。これを豆盆栽にする、うん、とりあえずすぐに豆盆栽というよりも この鉢に一旦の鉢に、ね、うん、その方がいい。これはほら、キクワさんのキニヌールだよ。キニヌール、じゃあキクワで売ってるよ。キニ塗るんでしょうね。そう、傷を保護するためのこう切ったとこ、こう塗ってこう塞がっていくってやつ。カットパスタみたいな。そう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 、そう、それのもっと簡単なやつです。ピッタリパンみたいな。そうです。豆盆栽の場合カットパスタを貼るのがすごく大変なんですよ。切り口が小さいから。でこれを塗っとく。まずこれは割ります。割る、おい、簡単に、はい、簡単に割れます。ポキッてポキッて割る。こうです。ラウンド好きなんで、ノリ番組みたいな。ノリ番組、アシスタントの、アシスタントの料理番組な。本当ですよね。3分クッキング、3分クッキングです。これを輪切りにするんです。輪切り。料理料理番組ですね。もう根もろとも、こういう状態。まあ根っこ取れても平気ですから。これをね、あ、虫がほら、虫がいたよ。虫がいた。ちょうどでも。なんでよ。したらね、これね、普通は灰をつけるんですよ。灰、灰、灰ってあるじゃないですか。野菜を作るときにジャガイモを半分にして、うん、庭にこう埋めると増える。はいはい、うん、うん、その時灰を切り口に塗るんですよ。腐れ防止、腐れ防止、灰ってもう燃えかすの灰。そう木灰、木灰っていうのかな、はいはい、こうやってね、うん、裏表、まあね、一応ね、これ上と下間違えちゃうと大変なの。上と下間違えると大変なんだ。これ上をこう
庫に浸しといて。数やるから。手はよく。手はよく。この土入れるでしょ。それでこれとりあえずちょこっとね。このね。何でしたっけ名前。マグアンプ系です。マグアンプ系。うん。でこれ根っこね。これは一番下にあったんですよね。こういうふうにね。でまずこういうふうに植えます。向きを間違えないようにね、向き、元々の向きに、そうです、これが上だったんで、はい、これが下になってたんで、ギリギリに植えるの、ギリギリに、まあこれはこの細かいのはまあどっちでもいいんですけど、要するにこんな感じで植えます、はい、こういうふうに全部一株を全部こうやって植えていくんですよ。これは根っこ。向き分かんなくなったら、はい、根っこは下向いて生えるから、はい、を見て、あ、これがそうかなみたいな。でこの根っこ邪魔だったら切っちゃっていいですからね。根がないやつでも生えてくるってことですよね。そうです。根っこはあんま関係ないですね、この作業に。あった方がそれは元気がいいですけどね。あまり邪魔だったら、持ち上がっちゃうからね、ほらこういう風に安定しないでしょ、もう切っちゃう、鬱陶しい時はどうしても持ち上がる。で、これを、これで出てくるんだ。多すぎる。これ庭のつわぶきでも何でもできますよ。で、1個取ってきて、輪切りにして、こんな感じでね、水やっとくの、ただ単にそれだけなんです。これどのぐらいで出るんですか、芽は。1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月で出るんですか。どっから出るでしょう。横からじゃないですか。そうです、このね、皮と実の境目から出るんですよ。だからこう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 って全面に新芽が出るんです。そうするとそれを出たら今度これを割って、割る、抜いて十字に切るんですか。そう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 。だ丸ごと植えると大きすぎるので、豆盆栽にする人はこれをさらに割って、ね、根っこはだからそれがね映ってるね、あるのよ、あるのよ。それが見っかんなかったの今刺したんだけど、こういう皮のこの縁から発芽して、そこから下に根が出るんですよ、はい、あ、落ちちゃった。だからこういっぱい出るんでね、それをこう割ってこの硬いところをで分けて、出てきたら一回抜いて分けて、こういう鉢にね植えるともう大きくなんないから、葉っぱが。ほっとくとどんどん大きくなりますから。これ葉っぱもちょっとちっちゃくなるんですか。なります。最初の段階で豆に入れちゃわないとダメです。これ同じ作業できるのはあるんですか、このつわぶき以外。あるね、このコブのやつは大体できます。単調草、単調草でもできる。こうなるじゃないですか、あれも割って細かく割ってやるんですよ。で、あとだから株がどんどん大きくなっちゃって、小さい鉢に入れられないじゃないですか、増えるからこう大きく、それをどうするかっていうことでやるんだけどね。これ名前あったりします。いや輪切り、輪切り、技名みたいな、技名みたいな、ないな、輪切りとしか言ってないし、昔から伝わってるやり方、豆盆栽では伝わってます。豆盆栽のだからちっちゃいの作るために必要な技なんで、普通の例えばこのくらいの鉢で下草作るんだったら、こう割っただけで十分じゃないですか。そうですね、これでもういいし、これを植えれば、ね、で小さくすんなら葉刈りでいいんですけど、これをここに入れるのはちょっと至難の技じゃないですか。そうすると新芽を取りたいんでこれをやるんですけど、これをね、何年前だか忘れちゃったんだけど、近代盆栽で連載してたんですよ、草を小さく作るっていう連載を1年間、その中の一つだ。大学もこれがやったことない、初めて見ましたね。出ないのもありますよ。出ないのもあるんです、ね、ある、だから全部が出るっていうわけではないんですけどね。これが先端だから、先端は絶対出るから、先端は絶対出る、出る、出る、ここの先端だから、これは絶対出る。でも真ん中から出ない、ここから出ますよ。やっぱこういう作業を一個一個やっていくと、鉢が大量に消費されますね。あ、そうです ね、はい、これだけでもすごい数、このサイズの鉢が必要になってくる。これをね、これをね、
こにやったらすごい量になっちゃうよ。すごい量になりますよね。やりたくない。置き場所も。やりたくない。だから、だから次の年に回してこうなっちゃう。なるほど。笹の分け方とかね。笹の分け方。笹を分けるっていうのがある。笹を分ける。ポットの笹をどうやって小さくするかって。これ。あ、よくね、この売ってますよね。うん、これをどうやるかって。これ本当は2月頃でいいんだよね。バッツリ切っちゃうんですけど、うん、切り忘れちゃったら、ほらもう下から新芽が出ちゃったでしょ。はいはい。しょうがないから。あ、手間が増えるんですね。こうやって切って、選んで切っていかなきゃいけない。うん、そうなんですよ。めんどくさいでしょ。このまま放っとくとどんどん上に伸びてくるんですか。一番背が高くてこんなぐらいですよ。屋久島の笹なんで。だからこういうふうに切るんだけど、もうこれをこのまんまじゃさ、ちっちゃい鉢入んないじゃないですか。そうですね。これをやる方法がある。でも結構しっかりしてますもんね。そう。あれが欲しいな。木綿、ほどけるかな。ガチガチだね。1年ほっといたから。巻いちゃって巻いちゃってくっついちゃってる。結構ほどいていくと。そうなんです。つながってるんでこうやって切れないんですよ。切ると枯れます。枯れますか。気をつけないと。うん。根っこがね全然ないところで切れちゃうからね。で材料がもったいない人は丁寧に、丁寧にやんないとダメ、うん。こういうふうにね全部つながってるんですよこれ。ほらほら。こういうふうに取ったらこうやって取る、うん。ほらこうなるともうダメ。ダメ。ダメ。ある程度長く取んないとね。これかろうじてほら根っこついてるけど、こっちはちょっと危ないかな。これがどうなるかっていう話ですね。これをまずさっき伸びちゃってるから、うん、古いの取っちゃいますね、はい、古いところをこんな感じ新芽だけにしたら巻くんだ鉢の中に入れなくちゃいけないので、なんだけちっちゃく巻かないといけない。この糸は別に何でもいいんですけど、木綿糸がいいです。木綿糸、これがほどけない。木綿なのは溶けちゃうから。溶けるから。あ、これを針金でやると大変なことが後で起こりますからね。なるだけ溶ける素材、本当はあれがいいんだよ。ラフィア。うん。で今ねラフィアだとねやりにくいのね。でこれでも溶けるから、こういう状態になったら、じゃあちょっと色がいいかな。例えばこういうとこにほら入るでしょ。入りますね。入るでしょ。で勝手に増えるんですよ、笹っつうのは。だからここに入れとくと1年でいっぱいになるの。ちゃんと下から生えてきて、いいや、ついてるからね。これでついてるから、あとは同じ植え替えはほら、はい、こんな感じで、でこれをこう置いて、それで抜けないように必ずやんなくちゃいけないのがアルミ線をジャンプ、必ずこれを止めてください。根っこの部分をこうと引っ掛けとくだけで抜けないから、小さい鉢だと何かっていうと中が取れちゃうんですよね。雨に当たったとかなんだかんだで、念のため2箇所、別に1箇所でも、草は1箇所でも平気なんですけどね、念のために。うーん、ハサミがおかしい。でこういうふうにしといて、ここもう形になってないけれども、うん、それは自然に治るので、であとは土を入れて、つっついて、終わり。ただこれですぐってわけじゃないからね。1年かかります。笹の場合、かっこよくなるのに1年かかります。ツワブキはそんなにかかんないんだけど。こうやっといて、はい、水入れて、この状態でなるほど、全体に葉っぱが出るのに1年かかる。1年。1年かかる。これだから1個あると10個できる、はい。1個あると10個できる。ちなみにこれの1年前にやったやつとかない？売っちゃった。売っちゃった。あんだけど。売れちゃうんだ。あ、うん、あの揃ってるやつがすぐ売れちゃうんですよ。なるほど。いやそんなに数やんなかったから、これは。あれかもしれないね。このサイズなんですよ、さっきのツワブキ。ちょっと待って、汚いのを取ると分かるんだけど、こんな感じに出るの。こんなにちっちゃくなる。なる。あれでやるとこのサイズになる。へー。ちょっとな、ちょっとまばらすぎますね。こうあったけど、ちょっとまばら。これも切って、もう一回買ってやると倍になるんだよね。うんと生えてるのは売れちゃった。こんな感じですね。
かわいいですね。半分しか出てない。こっちから出るんですよ。それをこれをいっぱいにするにはまず切ることで、肥料をあげて日陰に置くと。なるほど。はい。1年前です。もっとちっちゃいのがあったんだけど、それがもっとだから綺麗にブワーって全部入ってるやつもあると。あった。でもそう国風で売れちゃうんでね。大体売れちゃうんですか。草はあの作る人がいないんで、山野草で持ち込んだやつはほとんど売れちゃう。それに高くないし。なるほど。1000円ぐらいだし。これでも花上がって。単調草もでも同じような形で。単調草で花が咲きそうなのはグリーンクラブに持って行っちゃったんですが。大きさでもちゃんと、あ、これ咲かなかったんだね。これ葉っぱちっちゃくなるでしょう。そうですね。これこうなりますよ。ほら、これはうつぎ、うつぎの石付き。うつぎ。ああ、ちょっと手入れしてないか汚い。うつぎですよ。ちゃんと咲くんだ。うつぎは。そうね。山野草がちょっと足んないね。足んないんです山野草。でこの売れちゃうからですね。ちょっと作ると。売れちゃうので、あの商品盆栽の飾りとしてはやっぱこのちっちゃい草がやっぱちょうど良かったりするんですか、ね、親が親っていうか主木がこれより小さい、これぐらいだとそうだな、草このくらいの大きさ、サイズ的にはそうだ、ね、うん、こんな感じかな、これだとこんな感じ、で主木がこれよりちっちゃいじゃないですか、豆だと、そうするともっとちっちゃくなって、この爪ぐらいのやつでやらないといけなくて、それはすぐ売れるわな。やっぱそうなんです。作るのめんどくさい。木に乗せてるんですか。これね、欅の皮。欅の皮、皮にほら剥がれるじゃん、はいはい、欅の皮、上に乗ってるのが月見草。月見草です。かわいいですね。これ花咲きますよ。これはね、うちのお客さんがね作った、私が作ったじゃん。欅の皮がいっぱい落ちるからちょっと作ってみたっつって。なるほど。くれた。さっきのタンポポはこれが、これが今分けちゃったからあれだけど、一番ちっちゃいタンポポ、日高タンポポ。日高さん、さっきそっち咲いてるのありましたね。あ、これね、もう種木だからこうやって置いとかないと、ほら、間違って売っちゃうと困るから。やっぱ葉っぱこうやって見るとね、小ささ分かりますね。花はね、そんなちっちゃくないんですけどね、日高タンポポはね、増えるのが遅いし、種まいても生えてこないので。一回分けるでしょ、やって、はい、分けられるようになるのに2年かかるから。で、また売ってないのよ、なかなか。だから一回分けると、これが秋に、秋まで売らないね、売れないしね。花が見えるのが11月とか12月だから、国風の頃に売れるんだけ ど、あの予約制みたいな、日高タンポポありますって言うと、わーってくるから。これ大箱だよ。大箱、大箱って知らない？すみません。その辺に生えてる草だ。その辺に生えてる。それの姫。これ、これ咲きそうで、これピンクのタンポポ、赤花タンポポ。赤花タンポポ。ピンク色なんですよ。うちで種まいたんです。これは500円だね。なんだろうね、いっぱい作るからな。山野草はでも面白いですよ。あの豆にしてくるの、でもやりがいがあるっていうか。やりがいがある。こういうの考えるのが面白い。あ、なるほどね。いろんなチャレンジしてみて、ってことですよね。そうそうそう。これやってみたらどうだろうみたいな。種をまいてみて、それから分けてみて。これはでもね、18区の頃に先輩に教わった、もう亡くなっちゃって、その時もう85歳ぐらいのおじいさんがいて、草の大家って言われた人なんだけど、もう全然古すぎて誰も覚えてないかもしれないけれど、東京の方にいて、でその人が山野草の山鳥、山野草だって食べる方じゃないよ、それもその辺に生えてる野原だよ、そこにみんなで行って、で取って、でその後の処理の仕方みたいなのを教えてくれる人がいて、それで教わったんで、あんまり知ってる人がいないかもしれない。その人は全く素人さんだから、盆栽屋じゃないから、そういう経緯があってみんなには教えてるけど、実際にやる人はあんまりいないんだよ。いや、見たことない。草の大野って言われてたから、ずっと、草だけの棚がね、あったの。そうなんですか。取ったら全部こういう草が、ね、決まってて、業者さんが買いに来て全部って言って買っていくことがよくあった。なるほど。ほうとか思って言っちゃうんだけどさ。そう、じゃあ、あれですね、ピーチで草物やるのもいいんじゃないですか。盆栽級で。は呼んでください。
でも春のねやつが多いからね。そうですよね。作業ね。うん、うん、そうだよね。11月ぐらいまでは触るけど、12月1月はほとんどやらないよね。じゃあ持ち込みになっちゃうから、ね。ちょっとシーズンオフもありと。うん、ところで。そうね。これが出るのをね。そうですね。出るかな。出なかったらバカみたいだよ。というわけで今日は草物のお話。はい、3分クッキングみたいな、ね、3分クッキング、ね、料理番組のような楽しさの中また次回ということです。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お祭りの意気込みをじゃあ。大盆栽祭り、大盆栽祭り、そうですね。オミクロン今流行ってきてるじゃないですか。だからやれればいいですけどねっていう、急に中止が一番怖いですよね。そうですね、うん、一応まあ埼玉市もどう出したらしい、ね、あ、そうなんですか、はい、もう正式決定。あ、そうですか、はい、これだったらいいですけどね。どのぐらい細かですよね、うん、2年前行った時はすごかったですよ。うちもお客さんがね3列になっちゃって、うん、後ろの人は見えないみたいな、うん、で自分たちもお昼食えなかったですね。なるほど。いいことなんですけどね、混んでくれて嬉しいんですけど、ただ2年間やんないと忘れちゃいますからね。そうですね、うん、あ、今年やるんだって、まあ、宣伝はしてますけど、うん、知らない人も結構いるかもしれない。本当にあんのみたいなとこもね。うん、まあね、予定組んじゃう人は組んじゃいますよね、うん、僕はだからあれに行ったことで僕今ここにいますからね。あ、それがきっかけなんですか。そうですよ。へえ。そこ行って、うん、もうここで働こうと思って引っ越したんですよ。へえ。知らなかった。そう、感慨深いですよ。ああ、感慨深いですね、まあ、そこで当時エンターあったんですか。いや、関係ないです。あ、関係ないんだ。一番カンタ君が反応してくれただけで、僕の最初の動画にプレゼン資料。ああ、なるほどね。プレゼン資料はどこに出したんですか。で、各家回ったんですよ。あ、そうなの。うちも回った。うちはもう見つけられなかった。あ、そういうことか。だって盆栽町にないじゃないですか。ああ、はいはいはい、うん、そうなんだよね。そうなんだ。盆栽町で探したらうちは出てこないですね。うちは普通で大野さんって面白いよっていう話を聞いて、うん、大野さん電話して、うん、でグリーンクラブ行ったんです。で、あ、そこで、そう、 あれが初めてです。あれが初めて。その時、太陽くんいなかった気がします。一番最初、うん、一番最初いなかったです、ね、売店の時はいましたけどね。見つかれなかった。これの目が出たところが載ってる写真があったんだけど。ああ。まあいいや。こんにちは。こんにちは。もう今日5時でお疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら、あれ、いい T シャツをお持ちです。盆栽Qのオリジナル T シャツを、今予約販売、はい、開始しました。カラーは5カラー、用意してますので、ぜひとも、今のうち予約してこれを着て盆栽祭りを、はい、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。ありがとうございます、はい。